はい、どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんガジェット紹介動画へようこそ。今日ご紹介するガジェットはこちらです。フィファインのアンプリゲーム AM6 です。 RGB レッドグリーンブルー光るんでしょうね。ゲーミングチャットマイクロフォン、ゲーミングマイクだわ。これは楽しみ。開けてみましょう。オープン。説明書。ゲーミングコンデンサーマイクロフォンに AM 日本バージョン。日本バージョンなのでもう完全に説明書は日本語オンリー。とりあえず中身見てみましょう。いい感じの緩衝材。そしてこちらが中身。おお、かっこいい。こんなんです。まあ、よくありますね。特にゲームで使われるようなウィンドスクリーンが標準装備。ちょっと見にくいですけど、なんか顔みたいなのが印刷されています。台座を外すと、あ、標準のマイクスタンドとかの径だと思うんで、あのアーム式のマイクスタンドとか、まあ、普通のボーカル用のマイクスタンドとかにも取り付けることができそうです。ここで角度を変えて締めると。付属品はUSB コードタイプ C です。以上ですね。ウィンドスクリーンは外すこともできるようです。あとこうやって角度をね、こうスライドさせることによって変えることができると。背面に USB 端子があります。で、前面にはダイヤル。ダイヤルがボリュームかなと思ったら、真ん中がなんかミニマムで、こっちにするとゲーム、こっちにするとチャット。ゲームの音とチャットの音ってことなのかな。うん、そのミックスダイヤルかもしれない。で、ボリュームはボリュームでこちら側にあります。マイク側のボリューム、そしてヘッドホン側のボリューム。この底面にはスイッチがありますね。このスイッチ、これちょっと見慣れないアイコンなんですけど、これおそらくライトですね。で、ここがイヤホン。以上ですね。じゃあちょっとパソコンにつなげてみます。ケーブルの長さは2メートルです。一応説明書読みましょうか。 USB-C 端子をケーブルでパソコンにつなぐ。はい、ドライバーは Windows 勝手に入れてくれます。やっぱ令和なんで、もうそのドライバー事前に入れるとかない。おお、USB 挿したらめちゃくちゃ光り出した。 RGB 7色に光ってますね。太陽みたいなマーク、これおそらくライトボタンだと思う。RGB モード、スタティックツートンカラーモード、単色スタティックモード、うわいっぱいあるわ。ダイナミックツートンカラー、いやーめちゃめちゃに光るということは分かりました。まあ自分の好きな色にコーディネートしてくれってことなんでしょう。ところで光を切ることはできない。あ、できる。長押しで切れます。もう説明書見なくてもね、大体こういうの分かるんです。でもせっかくなんで光らせましょう。 OBS 起動してみましょうか。これいいな。はい、こんな感じでマイク反応してますね。ちょっとダイヤルいじってみようかな。このボリュームつまみいじります。これ最小にすると、はい、当然音が消える。で、あ、徐々に上げていくと、はっ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 、マックスなんですけど音が歪む様子はないですね。はっ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 は、それほどゲインは高くないのかもしれない。はっはっ、うん、これぐらい思いっきり声を張り上げたら歪むかなぐらいですね。ここはまあ、うん、入力には関係ないですね。ゲームしてる時かな。ここにね、なんか分かります、ちょっと見にくいんですけど、マイクのアイコンが書いてある。これね、多分ですけど、はっはっは、インジケーター触れなくなったんですよ。この上触ると。もう一回触ります。はっはっは、戻る。これおそらくミュートスイッチですね。なるほど、これはやっぱりね、本当にゲーミング用マイクなんだなっていうのがよくわかる。まあなんか例えばピンポンが鳴って誰か来たとか、電話が鳴ったとかで、まあ、一瞬もうちょっとだけ音消したい時があるじゃないですか、そういうので。そんな時に、まあ別に消す方法いろいろあるんですけど、こうやってこうポーンと触ったら、これでもうミュート完成。で、また再開するってなったら、はい、こんな感じで。叩くんじゃなくて、触るだけ。あー、切れた。あー、ついた。うん、触るだけで OK なんで、ポン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 叩く必要はないですね。ミュートスイッチ。これはまあゲームする上で便利だわ。うん、真ん中のダイヤルはチャットの音量に関して設定できる。まあゲーム側に振れば当然ゲームの音が大きくなる。で、チャットの方に振れば、まあ会話の方が優先される。まあそういう、やはりゲームやる上で有効な機能ということですね。あと、ここ気になるボタン。底面のここなんですけど、このスイッチ。これ押したら光るんですけど、ノイズキャンセリング機能だそうです。声がクリアになって環境音が減る。扇風機回してたりとか、キーボードのこういう音、カタカタ音とか、まあパッド使ってる人はパッドで、まあカタカタする、あのカチャカチャする音、そういうのをもし軽減できるんであれば、これもゲームで使えそうですよね。じゃあとりあえず性能チェックやってみましょうかね。私はまあレコーディング用のコンデンサーマイク、ダイナミックマイク、
こういうヘッドセット、こういうのを使ってる方いるかなと思うんで、そのあたりでサウンドの比較やってみようかなと思います。それでは音声の比較テストをやってみましょう。マイクの距離は30センチぐらいです。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。続いてコンデンサーマイク SE エレクトロニクスの X1。 どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。それでは次、シュアのダイナミックマイク SM58 テストします。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。はい、次はマイク付きのヘッドホン、まあ、ヘッドセットマイクですね。まあだから2、3000円で買った、まあ安物です。はい、じゃあいきます。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさん、ゲーム実況へようこそ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 。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。では続きまして、この AM6 についてるこのノイズリダクション機能、こちらを使ってみたいと思います。いわゆるメカニカルキーボードなんですけど、青軸で結構うるさいやつなんで、まあ、相当雑音入ると思いますけど、そのノイズがうまく消えるかどうかチェックしてみたいと思います。ではまずオフの状態でこちらのキーボードをカチャカチャ鳴らしながら録音してみたいと思います。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ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 。続いてノイズリダクションボタンをオンにしてみます。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ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 。次はこちらのゲームパッドをカチャカチャ鳴らしながら録音してみたいと思います。まずはノイズリダクションオフ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。次はノイズリダクションオン。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんゲーム実況へようこそ。あとどれぐらいの音圧に耐えれるのかもチェックしておきましょうか。結構この手の USB マイクって大きい声、特にまあ声張っちゃうと、もうどれだけこのボリュームを落としても音が歪んだりするんですよ。どのぐらいまで耐えれるかチェックしてみたいと思います。まあ、これぐらいの声は大丈夫ですね。ははは。おーおーおーわーわー。あとウィンドスクリーン、これがあることによってマイクのダイヤフラムを、まあ、唾とかそういう湿気から守ってくれるっていう効果もあるんですけど、声の中でパピプペポみたいな、まあ、いわゆる破裂音、そういうのは結構ね息がねたくさん出るんですよ。でそういうのがマイクに直接入るとパがパじゃなくてボってなってしまうんですね、それを防ぐ効果もあります。じゃあちょっとこれ試してみましょうか。パイナップルポンベリング、パイナップルポンベリング、パイナップルポンデリング、パイナップルポンデリング。音声の比較テストいかがだったでしょうか。まあレコーディング用のマイクと比べたので、単純な音質のクオリティを比較すると X1 やシュアの58、まあ、こういったマイクの音質はやはり素晴らしいんですが、こちらの AM6 なかなかいい音で収録できてたんじゃないでしょうか。高音がすごいクリアで、レコーディングマイクに比べると低音が少し物足りない気がするんですが、人間の喋る声を伝える上ではあんまり必要がない部分なんですよ。だからこの AM6 はおそらくあえて低域を削ることによって喋ってる声をクリアに聞かせようとしてるんだと思います。まあ、ただかなり張り上げて歌う時ぐらいの音量で歌ってみたんですが、全然歪むことなくしっかり取れてましたね。それなりにお値段がするような USB マイクで試した時はやっぱ歌で使うとどうしても歪んでしまって使い物にならなかったんですが、歌ったりそういう用途で使うこともできるような気もします。背面にあるノイズキャンセリング機能なんですが、こちらはそうですね、もう完璧にノイズが
消えてしまうみたいなことはなかったですね。音を聞いた感じだとキーボードの打音、コントローラーのカチャカチャ音、カチカチとした周波数帯を削っているのかなっていう印象でした。それによって声の方も結構影響を受けているので、まあ、この機能を使うかどうかは好みが分かれるというところでしょうかね。まあ、あのマイクのそばでキーボードを叩いたので相当不利な環境だったと思うんで、マイクがもうちょっとキーボードやコントローラーから離れていればそこまでノイズが気になることもないと思います。あとこの風防がついてくるのもいいですよね。別売りのウィンドスクリーン、ああいうのって結構でかいので、こんな感じでマイクの前に覆いかぶさる形で、まあ、なかなか物々しい、まあ言ったら邪魔なんで、まあ、こういう一体型のもので機能は果たしているので、このウィンドスクリーンはありがたいと思います。まあ、何よりこうやってイルミネーションも表示できますしね。スポンジものかぶせてしまうといいんですけどね、あんまりかっこよくないんですよ。付属のウィンドスクリーンを使うことをおすすめします。ちなみにAM6 はこのようにスマホに直接つないで録音することもできます。なので最近カラオケアプリとかもありますんで、そういうカラオケを AM6 で楽しむ、そういうこともできそうですね。私は Android Google Pixel 8A で試しましたが、 iPhone 等でも使えるかなと思います。というわけでこちらの Fifine USB コンデンサーマイクはいかがだったでしょうか。レビュー内容、商品内容を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。